どうもお疲れ様です。即果塾の久保です。今回ね、銭型平時、銭型のさんということでね、実際に私が使っている ID の方をこうやってお見せしております。3日ほど前に私、あの、100ドル入金したんですよ。で、このように、本当にわずかですけども、少しずつなんかカウントが上がってるでしょ。で、これちょっと計算すると、30日でおそらくね、1ドル か2ドルぐらい増えるることとになると思うんですよまあ1ドルとしましょうかそうすると30日で1ドルってことは1年間で10ドル12ドルぐらいでしょ、うん、で最初に、えー、100ドル払ってますよね100ドルってことは1万5000円ですよで1万5000円につき大体 そうですね10ドルぐらい12ドルぐらいだから10%とか20%ぐらいが年間で、えー、とプラスオンされるのかなそういうことになると思いますまあ元本の回収ってのが10年ぐらいかかるのかなっていうところはありますけどもまあでもね元本ほど儲からなくても100ドルが1年間で110ドルぐらいになったらちょっとだけね得した気持ちになりませんかあ多分そういうことですよねうん まあ今ね、1万5千円ほどここに入れて、で、えー、1年間で1500円ぐらい。まあ私の場合それでいいかって感じなんですよ。今のところはね。で、肝心なのがこれをね、深追いしないことなんですよ。だってこれ、単純にですよ。今私100ドルしか入れてませんけども、1万ドル入れると、じゃあもうね、ドルっていうペースで増えていくわけですよ。 うん、そうすると見かけ上はあもうかったぞって気になりますけども元本をもうねあのよく分かんないところに預けちゃってるわけじゃないですかでいつでも出勤できますよとは今の時点ではそうなってるんですよでもこの規約の変更っていつあってもしょうがないですからねだからロック期間が3ヶ月になりましたっていうふうな不穏な発表があったらねもう覚悟しないといけないですよねそれから順調なプロジェクトでも 例えば、ハッキングに会いましたとか言ってね、もう、お金がありませんとか言って、逃げて保証しないとかっていうのもありますし、順調にいっても、最後で、なんか幹部の方で打ち合わ、ね、せなくなりましたとか、持ち逃げされましたとかって、まあ、いろんな事情でね、パーになることってのはあるわけじゃないですか。で、今までそういうのも散々パラ経験してきたでしょ。で、経験してきたのに、またここに来てるでしょ。だから同じ失敗繰り返しちゃダメですよ。で、私もね、あれこれやって、 あれもダメになった。これもダメになった。でも生き延びてるじゃないですか。だからこうやって生き延びる方法っていうのはあるわけなんですよ。ね。どんだけ資金を失っても、それ以上のお売り上げっていうんですかね。お金をゲットしていれば、ダメージは受けるけども、知名度にならないし、なんだったらプラスになり続けることはできるわけでしょ。そのために私、こうやって放送して、あの、いろんなノウハウをお伝えしてるわけですよ。だから、ただね、まあ私がね、説教めいたこと言ってんのを、また言ってりゃで、で、ダメなんですよ、それでは。 私と同じスキルで歩んでいけば、どんなにお金を持ち逃げされても、結局は手元にもっとお金が残っていたってことになるわけですよ。それをやってほしいんですよ。うん、それをね。で、今回、うん、まあ、くどくどと話してもしょうがないんで、一つだけ申し上げると、深追いをしないことね。無料登録して、で、1万5千円は確保した。それでいいじゃないですか。ね。で、こういった小さく稼げる案件をリスク少なく、 薄っぺらく横に伸ばしでいけるかなと思ったところに一点集中するその一点集中する資金は薄く広げたその資金を全部集めてってことなんですよそうするとダメージは少ないと思いますしねあのうまくいけばリターンは大きいってことになりますであの暗号通貨でね柴犬柴ってやつもやってるでしょ、ね、1万円ですよ購入金額終わり <laughs> それ以上やらないね こうやって月に1個の案件をやると1年間で12万円ぐらいの手出しになるわけですよ。で、12万円以上何か一つが当たればいいわけでしょで、それをやるんですよ。その中でリスクを承知で冒険できる資金があればそこにね、1万円じゃなくて10万円とか100万円ってのはあり得ますよ。でも大抵の方がね、なんかいろんな投資案件とかビジネス参加して 大きくダメージを受けちゃうっていうのはそれ一本でやってしかもあんまりそのビジネスから収益を日々生み出そうとしてないでしょ。うん。それではダメなんですよってことですよね。うん、少なくとも私はこうやってね YouTube 動画を作ってるんで何も,何もかもダメになっても広告収入は残るわけじゃないですか。だったらまあいいかなと思えるわけですよ。あとはね動画をたくさん作ることによって人とのつながりができていきますんでそういったつながりの中から久保さんこれはどうですかっていうの新しいね 案件いただけたりとかしてそれによって検討して「あこれダメですね」とか、ね「これ行きましょうか」みたいな感じで再度トライできるわけですよ。ね。この案件がなくなったらもうね途方に暮れまして一人っきりですっていうふうになっちゃいけないですしそもそもネットワークビジネスだろうと投資だろうとなんだろうとねやればやるほど人脈がなくなっていくっていうのも,もう全然これねやってる人のややり方がダメなんですよ、ね、やればやるほど人脈が広がる。例えば案件がダメになっってもやっぱり これを糧に次行きましょうっていうふうに思えるようにやっていかないといけないんですよね。これ上手なのがあの私の友達の小野田さんじゃないですか。小野田さんの案件がね、まあ、全部うまくいくとはとても言えませんけどもでも人間関係は、ね、壊れないですよね。うん、どちらかというと儲けさせてくれるから人間関係が続くっていうよりも たまにちょっとね、違うやつになっちゃったけども、でも関係が続いてるっていうのが本当だと思うんですよ。それは金でつながってるんじゃなくて、本当に人と人とがつながってる。まさに人間関係のビジネスってことだと思うんですよね。うん。やっぱね、誰かを悪者にして、だからダメだったんだっていう発想になると、紹介したお前が悪いとかね、そうなっちゃうんですよ。うん。でもやっぱりね、ビジネスとか投資って、ダメになる可能性もちゃんと払っんでるわけじゃないですか。 それれが真面目に事業をやってここけちゃうこともあれば世界感染症みたいなことでね駄目になっちゃうこともあれば、まあ、完全に最初っからインチキでしたってものもあれば儲かりすぎて経営者がね魔が差してとんづらこいちゃったってのもあるわけですよ。うん、そういういリスクを自分で考えないといけないいいとけんですよ、ね、で誰かが言わなかったからそのリスクにあのまみれましたっていうことを言っても泣き言としてねお金は返ってこないですからね。 自分は何が足りなかったのかなって考えることによってどん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 防御力とか攻撃力が高まっていって結局儲かる自分になるわけですよ。あいつが悪いこいつが悪いって言って自分がね全く悪くない改善しないってことになるとまたはまりますよ。で今回の銭形システムねあの私はもうねこの動画を見てらっしゃる方は1万円は1万5,000円か1万5,000円は覚悟してもらいたいと思います。でででででででもももそのききないいい方はこれ無料でもできるんで無料料るんんやっととけばいいと思うんですよ であとは無料でどうやったら儲かるかっていう方法を一人一人が探していけばその方法もあるわけですからそれがね人に言われないとわからないってことだと結局誰かが言ったことを鵜呑みにして、えーね、もしかしたら騙されてしまうかもしれませんし騙されないまでも誰かの言う通りにやってその人の判断が間違った場合2人してお金を失っちゃったとかねなんか信用を失っちゃったみたいなことになりますのであくまで自分の判断でやることね。 自分の判断が正しくて他の人とか自分のアップラインが間違っていたっていうこともあると思うんですよね。まあでも自分の考えよりもこの人の方が理にかなってるなというふうに思ったんだったら誰かの考えに乗っかるんだったらもう泣き言は言わないことです。この人を選んだという自分の考え方っていうふうにね結論づけることによってですよ。はい。ということで全員型システムこうやって話してる間にもねどんどんカウンター回ってますけどもただ一番上の100っていうところは全く動いてないでしょう。 だから私はこれ含み益ではあるんだけども、でも儲かってないという認識ですよ。ただし、儲かってない現状をこうやって見せることによってね、皆さんには考えることができるし、今、リスクを負ってるのは私だけですからね。見てる方はリスクないでしょ。<laughs> で、そうやって私がね、こうやって身を晒しているうちに、いろいろと考えをまとめていただければいいんじゃないかなと思っております。それでは本日は以上です。ありがとうございました。